7月13日、今午前9時15分ですね。はい、ここがもう一箇所の、草を置いてもらってる場所ですね。道、川の両道路の草が綺麗になってるのわかるでしょう。どうも川の中の草も切るようになってるみたいですね。また、下の方が先に巻いたんで下の方をやってたんですけど、草刈り機では無理みたいですね。でこの辺もそのあんなに草が生えてるところはその漢字踏みつぶし法じゃ無理みたいですね。この辺はいいと思うんですけどね。この辺こんな感じのこんな感じはそれでいいんじゃないかなと思うんですけど、このくらいに成長しとくといいんですけどね。ここはもうまだ黄色くて小さいです。はい、ここです。全然見えないからちょっと草刈り機でやろうにもやれないんで、ちょっと今手枯れしてます。この辺はですね、ある程度うっすらあれが見えてくれば草刈り機でバーッとやっていいんですけどね。もうしょうがないですね。この辺は手枯れするしかないですね。あの辺もちょっと草が多いところですね。はい、そういうことでまたここも手枯れでやってます。はい、そんな感じです。こんな感じ、少し出てるでしょう。この草がちょっと見分けにくくてですね、あのイグサみたいなのだったらすぐ見分けられるんですけど、ちょっと色も似てるし見分けにくくてちょっとやりにくいんですけど、あ、トンボトンボ。はい、そういうことでここも手刈りやってますということでちょっと撮影しました。あそこの、草を置いてもらってる場所の様子ですね。と道路際じゃない、川の両道路ですね。すっきり一応切ってますけど、またすぐこんなに、生えてきます。どのくらい前だったかな、切ったの。良ささんが切ったのかな、1週間10日、どのくらいじゃないかな。